ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今回は日本で起きた水辺で起こった事故4選を紹介するぜ。水辺の事故か。プールとか海とか変わって遊ぶ分には楽しいんだけど、少し油断しただけで大きな事故につながっちゃうのよね。その通り。水はやっぱり怖いからな。楽しく遊んでいたのにちょっとしたことで命を落としかねないんだ。今後に生かしていくためにもしっかり解説していくぜ。よろしく頼むわ。まず最初に紹介するのは富士見の市大井プール吸い込まれ事故だ。2006年7月31日、埼玉県富士見野市の市営プールで小学校2年生の女児がプールの給水口に吸い込まれてしまって亡くなってしまったんだよ。給水口に吸い込まれて、一体なんでそんなことになったのよ。まあまあ落ち着け。事故の原因についてはこの後しっかり解説するぜ。まずは事故が起きたプールについて話そう。事故が起きたのは富士見野市の市営プール、大井プール、だ。1986年にオープンした施設で、流れるプールやウォータースライダーのある地元でも人気のプールだったんだよ。流れるプールにウォータースライダー。聞いてるだけでワクワクしてきちゃうわね。きっと夏になったらたくさんの人が来たんでしょうね。その通り。事故が起きた7月31日は学校の夏休みが始まっていたこともあって、家族連れや友達同士でやってきた子供たちで賑わっていたぜ。そんな中、この日は現場責任者が1名、アルバイトの監視員が13名で営業を行っていたんだ。アルバイト監視員が13人もいたのね。そうすると監視員が足りなかったってわけではなさそうね。人数に関しては問題なかったな。なんか含みのある言い方ね。話を続けるぞ。13時30分頃、プールに遊びに来ていた小学3年生の男児が柵のようなものを監視員の元へ持ってきた。これが流れるプールの給水口にはめられていた柵だったんだ。え、じゃあ給水口の蓋が開いちゃったってこと？それってかなりまずいんじゃ。ああ、めちゃくちゃ危険だ。何せ給水口は水の流れがかなり急で強いからな。本来なら給水口の蓋が外れたことが分かった時点ですぐに流れるプールから人を避難させなくちゃいけない。ところが、この監視員はこれが給水口の蓋だと分からなかったんだ。一体何のための監視員なのよ。本当にそう思うぜ。監視員は現場責任者に連絡し、現場責任者が現場に向かった。その間に家族、友人と一緒に来ていた小学校2年生の女児が給水口へ近づいてしまったぜ。この先を聞くのが怖い。女児は給水口にものすごい勢いで吸い込まれてしまった。近くにいた人は、女児が吸い込まれた瞬間に、ドーン、というかなり大きな音を聞いているんだ。それだけ強い勢いで吸い込まれてしまったんだよ。女児が吸い込まれてから10分後、通報を受けた消防隊員たちがやってきてポンプ車でプールの水を抜いたぜ。ところが女児は給水口のパイプのさらに奥に吸い込まれてしまっていた。そこで重機を使ってプールサイドを掘り返すことになったんだ。そんなことしてたらどんどん時間が経っちゃうわね。早く助けてあげてほしいわ。残念だけど女児を見つけ出すことができたのは作業開始から6時間後だった。女児はすでに心肺停止。死因は脳幹損傷だったぜ。脳幹損傷、溺れて亡くなったわけじゃないのね。給水口に吸い込まれた瞬間に、水流の勢いに押されて頭をパイプ内に打ちつけてしまっていたんだよ。この時に亡くなってしまったんだ。じゃあ給水口に女の子が吸い込まれた時にした、ドーン。っていう音は、女の子がパイプに頭を打った音ってこと？その通り。この事故の原因は施設側の不適切な管理によるものだった。本来はボルトで固定しないといけない柵は針金で留められていたし、アルバイト監視員たちは本来受講が義務付けられている講習を受けていなかったんだ。ええ。給水口ってかなり強い勢いで水が流れるわよね。そんなところの柵を針金で留めてたらそりゃ外れちゃうわ。ああ。アルバイト監視員たちの講習未受講もかなり問題だぜ。もしちゃんと監視員に知識があって、柵が給水口のものだとすぐに気づいていたならこの事故は起きなかったからな。夏休みの楽しい思い出になるはずだったのにね。命に関わることなんだから、きちんと管理してほしいものだわ。次に紹介するのは京北中学校水難事故だ。1955年7月28日、三重県の中学校で水泳特訓中に生徒36名が溺死してしまったんだよ。ええ。そんなにたくさん溺れちゃったの。亡くなったのが36名だからな。実際に溺れてしまったのは100人以上いるんだ。
一体何があったらそんなことになるの？じゃあまずは事故の経緯から解説していこう。この中学校では毎年夏に海で水泳の特訓を行っていた。ただこの年は教育委員会から通達があったため、やり方を変更して実施することになったぜ。やり方は変わったけど、海での水泳特訓は毎年やっていたのね。そういうことだ。特訓の場所は中川原海岸。通称文化村海岸だ。この海岸はもともとこの中学校が水泳特訓に使っていた場所だったぜ。ここで10日間午前中に水泳特訓を行う予定になっていたんだ。ずっと特訓に使ってたってことは、泳ぎやすい海だったってことなのかしら？ああ。文化村海岸は傾斜が緩い安全な浜で、泳ぎが苦手な人でも比較的安全に水泳ができる場所だったぜ。それに特訓前にきちんと水深や流れのチェックも行ったんだ。なるほど。いつも使ってるけど、水深と流れのチェックもちゃんとしてたのね。そういうことだ。特訓は男女別、能力別に生徒を17のグループに分けて行われた。特訓中は16名の教員と1名の事務員がそれぞれのグループの担当になり、陸上勤務者として2名の教員、水泳指導の経験が豊かな教頭と体育主任2名が生徒全般の指導に当たったぜ。ここまでの話を聞いている限り、準備はしっかりやっていたように思えるわね。霊夢の言う通り、学校側の対策は十分だったと言えるぜ。ところが特訓の最終日、事故が起きてしまう。この日は水泳の能力テストを行う予定だった。気温は30度で波は穏やか。絶好の水泳日和だったぜ。そんな中本当に100人も溺れるような事故が起きちゃったの。その通り。能力テストを受ける女子200人が海に入ってから数分後、突然100名近い女子生徒と担当女性教諭が溺れてしまったんだ。ええ。急すぎるわよ。一体どうしてそんなことに？溺れてしまった理由は2つあると言われている。1つは異常流と呼ばれる異常に強い潮の流れだ。これが女子生徒の近辺で発生してしまったんだよ。この流れは本当に強くて、泳ぎが得意な生徒ですら流れに逆らうことができなかったそうだ。ただでさえ泳ぎが苦手な生徒が多かったって言ってたもんね。ひとたまりもないわ。2つ目の理由は急激な水位の上昇だ。特訓に使っていたエリアの水深はもともとは1メートルほどだった。1メートルくらいなら泳ぎが苦手な子でも安心よね。ところが、沖から突然大きなうねりが発生し、一気に水深が1メートル50センチまで上がってしまったんだ。ええ。それじゃ女子は立ち上がっても顔を水面から出せないじゃない。その通り。この2つが同時に発生してしまったため、100名近い人数が一度に溺れてしまったんだよ。これを見て多くの人が救助に駆けつけたが、結果36名の女子生徒が溺死してしまったんだ。いろんな不運が重なっちゃったって感じだったのね。この事故の2ヶ月前にも試運丸事故という学生がたくさん亡くなった水難事故が起きているんだ。この2つの事故の影響で、小中学校にプールが設置され、水泳の授業が必修となったんだぜ。いざという時のためにより安全な環境で泳げるように特訓するってことね。すごく大切なことだと思うわ。次に紹介するのは灘地機雷爆発事故だ。1949年に新潟県の灘地町の海岸で機雷が爆発し、63人もの人が亡くなってしまった。しかもそのうちの59人が子供だったんだよ。63人中59人が子供って、ほとんど子供だったってことじゃない。そもそもどうして海岸で機雷なんて物騒なものが爆発したりしたの？よし、じゃあ事件の経緯について順を追って解説していこう。事件が起きたのは1949年3月30日。この日は風もなく海も穏やかだった。春休み真っ只中だったこともあって、街では子供たちが元気に遊び回っていたぜ。話を聞いてるだけでほのぼのしてきちゃうわね。そんな中、海岸近くに赤黒いドラム缶のようなものが流れてきた。しばらく波に漂っていたそのドラム缶は、やがて海岸の中の二つ岩、という岩場に漂着したぜ。赤黒いドラム缶、そんなものが流れてくるなんてちょっと珍しい気もするわね。そうだな。もの珍しく思った町の人たちは、見物のために海岸へ集まってきたぜ。その中で、ドラム缶の形状を見て、これは機雷じゃないか、と気づき警察へ通報した人がいたんだ。ええ。機雷だったらかなり危ないと思うんだけど、まさか本当に機雷だったの？ああ、そのまさかだ。交番からすぐに警察官が駆けつけたんだが、彼はもともと海軍の軍人だったからこれを見てすぐに機雷だと気づいた。しかもこの機雷は、触発機雷、
と呼ばれる嫌いだったんだよ。触発嫌い。嫌いっていうのはざっくり分けると3種類ある。一つは感応嫌い。これは船が近づいた時に発生する磁気や音なんかに反応して作動する嫌いだな。あとは遠隔操作で起動する感性嫌いなんてものもある。そして三つ目が船が接触することで作動する触発嫌いなんだ。触ると爆発するの。じゃあこれが触発嫌いだったら、岩に当たっただけで爆発しちゃうってことよね。その通り。これがもし感性嫌いや感応嫌いならそこまで危険度は高くない。ただ触発嫌いとなると話は別だ。嫌いはもともと戦艦や船をターゲットにしているから爆発の威力も高い。海岸で爆発なんかしたら大変なことになるぜ。ひえー。このまま嫌いをここに放置できないと判断した警察官は嫌いを別の場所へ移すために消防団の救援を要請した。そしてロープを使って嫌いを移動させることにしたんだよ。ロープで引っ張るってこと？触ったら起爆するようなものをそんな雑な動かし方するなんて怖すぎるわよ。もちろんかなり危険な方法だな。でもこの場ではこれ以外に方法がなかったんだよ。爆発物処理に特化した専門チームがいるわけでもないし、このまま放置していたら波に揺られていつ岩にぶつかるかわからないからな。なるほど。確かにそうなると、危険でも早く移動させた方がいいって思っちゃうわね。ところが、嫌いを移動させるためのロープを待っている間に波に揺られてかすかに動いていた嫌いが大岩に触れてしまう。そして大爆発してしまったんだ。なんてことなの。さっきも少し話した通り、現場には物珍しい漂着物を見るために街の人が多く集まっていた。しかもそのほとんどが話を聞きつけていた子供たちだったんだ。その結果、この爆発で子供たち59人を含む63人もの人が亡くなってしまったんだよ。それだけ人が亡くなったってことは、かなり大きな爆発だったのね。ああ。爆風の影響で300メートル離れた畑にまで嫌いの破片が飛んでいき、町では103棟もの家が損壊してしまったぜ。そもそもこの嫌いは一体どこの国のものだったの？こんな危ないものを海にばらまいて放置してるなんて許せないわよ。残念ながらそれはわかっていないんだ。一番嫌いを近くで見ていた警察官も亡くなってるしな。第二次世界大戦中アメリカが日本各地に嫌いをばらまいていたから、その残りが漂着したという説が一番有力だが、そもそも一方で日本軍が防衛のために設置した嫌いだったっていう説もあるから真相は全くわからないぜ。たまたま海に流れ着いたものがそんな危ないものだったなんて怖すぎるわ。最後に紹介するのは黒倉川水難事故だ。1999年8月14日、神奈川県足柄上郡山北町の黒倉川でキャンプをしていたグループが川に流されてしまったんだよ。この事故で大人9名、子供4名の13人が死亡してるぜ。子供まで亡くなっちゃったの。でもキャンプをしてたのに川に流されるなんて、一体何があったのよ。じゃあここから事故の経緯について解説するぞ。もともと黒倉川はオートキャンプ場として利用できるようになっていた。この日はお盆休みだったこともあって、キャンプの指定地以外にも50もテントが張られるほど大盛況だったぜ。夏休みに川でキャンプなんて素敵ね。いい思い出になりそう。午前7時、廃棄物処理会社の社員とその家族、友人を含む25名のグループがキャンプ場へ到着した。彼らは中州にテントを張ってバーベキューを開始したんだが、彼らがこの事故で被害に遭ってしまう。というより、事故を引き起こしてしまったんだ。なんか含みのある言い方ね。それはこの話を最後まで聞けばわかると思うぜ。この日、15時頃から熱帯低気圧の影響で天候が急激に悪化してしまう。それまで晴れていたのにもかかわらず、15時30分には雨足がどんどん強くなってしまった。このタイミングで黒倉ダムの職員が見回りし、キャンプ客に避難指示を出したぜ。ダムの職員が避難指示まで出してたの。それじゃこのタイミングでみんなちゃんと避難したのよね。残念ながらそうはならなかったんだよ。特に最初に紹介した廃棄物処理会社の社員グループたちは、ダム職員や地元住民が心配して何度も退避するよう声かけしたにもかかわらず、中州のテントに残り続けたんだ。ええ。でも雨が強くなってきてたんでしょ？それなのにキャンプなんか続けてたら危ないんじゃ。その通り。しかも16時頃には大雨洪水注意報が出され、雨はどんどん激しくなっていた。黒倉ダムから放流予告のサイレンが流れても彼らは避難せず、ダムの放水を始めることができなかったくらいだったんだ。でも放流しないとダムが決壊しちゃうんじゃ。ああ。
困った黒倉ダム担当者は何度も彼らに対比するように声掛けし、最終的には警察にまで依頼しているんだ。彼らのうち3人は警察から指示が出てようやく避難したが、残りのメンバーは警察の退避要請すら無視してキャンプを続けた。それどころか避難するように声をかけに来た警察官に酔っ払って罵声まで浴びせているんだぜ。罵声？ああ。早く失せろ、殴るぞ、なんて言っていたんだ。ちなみに退避するように善意で呼びかけに来た地元の人に対しても、田舎者はプライバシーを犯すのが趣味、地元の人は臆病ね、なんて言っている。こんなこと言っちゃいけないんだけど、そんなわからずやはもうほっといたらいいのにって思っちゃうわ。翌朝5時30分には大雨洪水警報が出され、6時にはついにダムの放水が始まった。8時頃には雨は本格的な暴風へ変わり、前日夜に警察の忠告を聞いて避難していた3人が消防へ通報したんだ。このタイミングで通報、一体なんて通報したのよ。黒倉川の中州で取り残されて避難できなくなった人たちがいるって内容だな。彼らの場合、取り残されたって表現していいのか悩ましいところね。この頃には黒倉川の水位は平常時から85センチも高くなっていて、中州は完全に水没していた。残された彼らも身を寄せ合って立ち往生していたから、取り残されたと言ってもおかしくはないだろうな。85センチも高くなってたの。それはかなりまずいわね。通報を受けてレスキュー隊が彼らの救助に来た。しかし何せ現場は警報が出るほどの激しい暴風の中だ。ヘリを出すこともはしご車を出すこともできず救助は難航してしまう。結果大人9名、子供4名の計13名が川に流されて死亡したんだ。子供まで亡くなってしまったのね。彼らが川の中で取り残された様子はニュースで中継されて全国へ放送されていた。救助には人件費だけで1億円もかかっていて、これは全て税金で賄われているぜ。再三注意したのに避難せず、結局救助されてその人件費は税金。地元の人からしたらたまらないわね。ああ。しかも彼らは救助される際にもレスキュー隊に対して暴言を吐き続けていたからな。そんな態度も相まって、彼らの自己責任だと糾弾する声が相次いたぜ。人が亡くなってしまったのは残念だけど、周りは本当に何度も何度も注意しに来てたもんね。それを無視してこうなったんだから、そう言いたくなる気持ちはよくわかるわ。救助となると救助に来てくれる多くの人たちの命を危険にさらすことになるし、当然お金もかかる。自分だけでなく周りの安全を守るためにも、危なくなる前に指示に従って避難することが大切だな。本当にそうね。私も気をつけなくちゃ。というわけで今回は水辺で起こった事故を4つ紹介したぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。